皆様こんにちは。ただいまですね、南大の元旦駅にいます。南本線の元旦支線の終点の駅になります。この駅は1912年に建設されました。現在、歴史的建造物として、指定されています。寄せ棟造りの綺麗な造りの建物です。でこちらが駅舎の中になります。でね、こちらが駅長さんのようですね。なんか、先ほど、あのおばさんの団体が来てたんですけどもね、この駅の案内をあちこちしてまして、でここにですね、あのこの辺の、特産物がありまして、まあ、これあのなんだ、まあ、日本でいうところの、まあ、ふりかけみたいなもの、エビのふりかけですね。そんなもんなんですけども、これ食べたことあるなんていうふうにさっき聞かれましたけど。でこちらの方が、ですね、チケット売り場ですね。まあ、一部はね、あのこのアルミフレームのものを使ってますけど、まあ、基本的には以前の状態が残っています。それからこんな感じで、でね、ここね、あの一応半分博物館になっているような感じですね。でここの、ここの部分以外にもですね、もう一つですね、古いものを展示しているところが、あります。まあ、ここにはね、あの歴代の計りかな、多分そんな感じだと思うんですけども、説明が全くないんでね、よくわからないんですけども、昔から使われていた計りが並べられています。それでこんななんか油を入れるポリタンクみたいなやつ、これポリじゃないですね、まあ、これ金属製なんですけれども、そういったものもあるし、あの交換器ですね、こういったものも残されています。ただこの交換器はね、現在でもあの他の駅なんかで普通に使われているものです。じゃあ駅舎の方に入ってみたいと思います。こちらがプラットフォームという、このね、色使いがね、この黄色ですね、ちょっとシックな黄色に、茶色いフレームが、これがすごくおしゃれですね。でこの柱もですね、まあちょっと私もなんて説明すればよくわからないんだけども、ちょっとなんていうのかな、ちょっと凝ったあの駅舎の屋根になります。この辺なんかもそうですね。でね、ここにね、あの、まあ、英語の方だけ読むと1912年元旦レールウェイステーションということで、エンド・オブ・ザ・アンダマン・コーストですね。それでこの駅の先はもうここでおしまいになります。今ね、駅の中を歩いているんですけれども、あ、こっちこっちこっちか、この反対側もね、ちょっと公園みたいになってまして、駅の反対側ですね。ちょっと歩いていきましょう。でこちらにですね、あの車両が保存されているんですけど、まずこの先頭の機関車はですね、西ドイツか、そうですね、以前だったらのヘンシェル製の、ディーゼル機関車になります。もう最近タイではヘンシェルは使われてたっけ？ないよな、全然走ってねえよな。一番走ってない。でも駅なんかでね、たまに使われている部分はありますね。使われている、あのなんだっけ、引き回しで使っている、ところは、見られます。やっぱりね。でこっちから見るとね、こんな感じで、で これがね、先ほど、案内した駅舎になります。いや綺麗ですね。ね、ここね、あの元旦市なんですけれども、そこのね、あの観光名所にもなっています。でディーゼル機関車の後ろに、キハ58が2両並んでいます。色はね、以前使われて色だとは思わないんですけれども、まあ、こういった形でなんか面白いですね。でその後ろにはですね、転車台が残っておりまして、この機関車が走っていた時代の遺構になります。もうなんだこれは、半分池になっている感じですね。この機関車は、まあ、本物じゃなくて、これは後からあれですね、作ったものです。でこの後ろには給水塔があります。現在キハ58もしくは28なんですけれども、ですね、1990年代に日本から譲渡された、経歴があります。で、しかしながらですね、現在ではもうね、あの使われていなくて、まあ、放置されていたりとか、一部はね、まあ、こういった形であの保存されているところがあります。
でね、これね、中にはね、一応入れるようにはなっていて、まあ、どれだけ保存状態がいいのか分かんないんだけども、ね、現在ね、図書館として利用されていますね。不和品の駅なんかもね、図書館として利用されて、いるはずなんですけれども、実際はね、もう全然使用されていない、放置された状態です。じゃあ、ちょっと開けてください。はい。おぉ、カップさん、いいか？カップ、カップ、カップ。タップタップ、なんかいきなり入るとね、あのサンダルがいっぱい並んでました。なんか人が結構使ってるようですね、ここは。フワキンは、あ、オッケー、カップカップ。職員の方がね、いるんですよ。これは驚きです。で、人もね、結構使ってる人がいますね。ビデオの撮影の許可をもらいました。で、この座席なんだけど、これって以前のものじゃないような気はしますね。なんかそれに似せて作ったような、そんな感じがするんだけど、どうなんでしょうか。でね、残念ながら本自体はね、いろんな種類がなくてですね、子供向けの本がいっぱい並んでいて、まあ、うちなんかにも何冊かあるんだけれどもね、なぜなぜシリーズというやつですね、そういうのがいっぱい並んでます。で、奥の方はね、書棚がありまして、まあ、今ね、子供たちが本を読んでいるんですけれども、で、反対の方ちょっと行ってみましょう。で、そうするとここに、これ運転席になるのかな。そうですね、以前の運転席はもう部品類は完全に取り払われています。で、こちらの方はね、もう完全に物置になっちゃってますね。今、駅舎の方を向いているんですけれども、そこからですね、さらにこちらの方。駅舎のところからですね、ちょっと枝分かれをして、こちらの、さらに西の方ですね、そちらの方にですね、線路が伸びていまして、このすぐ先、ここの先にね、ちょっと何階建てなんでしょう、4階、5階建てぐらいの建物があるんですけれども、その先が岩炭湖、港ですね、があったところです。以前はそこまで、線路がつながっていました。ここに駅名表があったんですけれどもですね、この、右側ですね、西側の次の駅がね、タールは元旦、これ英語でもタールは元旦って書いてあるんですけど、これはね、港のことです。現在は使われていません。でもね、タールはっていうね、それをね、そのままね、音をね、訳してるんですけどもね、普通だったらね、元旦ポートとかって書いた方がいいんじゃないのかなと思います。この元旦支店なんですけれども、南本線の支店の一つということで、もともとですね、南の方に向けた線というのは、本線から、まず、東側に、タイランド湾があって、そちらの方に、支店を作る、計画、それから、西側のアンダマン海側に、作られていません。ただ、この元旦支店に関しては、アンダマン海側まで、作られることになりました。で、現在も残っています。で、この、元旦駅に乗り入れている、列車なんですけども、現在ね、寂しいことに1本しかありません。先ほど、今日ね、我々が乗る12時55分元旦発の、バンコク行きの列車なんですけれども、もともとですね、元旦っていうのはこのトラン県のですね、中心になる場所でした。で、港もあって、海の交通と、それから、陸上の交通の連接点ということで、発達したんですけれども、その後ですね、海上交通が、廃れてしまったこと、それから県の中心がですね、この元旦からですね、現在の県庁所在地トラン、ここから約ね、20キロぐらいだったかな、行ったところにあるんですけど、そちらの方に移ってしまいました。そういったことでですね、以前の面影は残っているんですけれども、主要な地位は失ってしまった場所です。で、この駅のね、左側にある建物なんですけども、これはね、タイ国鉄の職員用の建物です。ただ今はもう現在使われていないようなんですけど、地方に行くとね、こういった建物ってまだ残ってて、未だにね、使っている建物なんかもあります。ここにね、職員と職員の家族がね、住んでいたり、そういったところもあります。
でここがですね、まあ、現在会議室として使われているんだけれども、まあ、一部ね古いものをね保存してあるところです。でね、まあ、このようにどこだここか、あ、そうそう、まあね、タイプライターとかね、これタブレットとかね、そろばんなんていうのもある、上そろばんが残ってた、おお、まあ、それからあと帳簿類ですね、それからそれからあとはなんだランプ類とか、これはタブレットですね、この紙は。なんか古い写真も残っているけど、それから何があるのかな、こんな感じで、これなんかは日付印みたいですね。まあね、ちょっといちいちね細かいところは説明しないけれども、まあ、こんな感じで保存されています。まあ、強いて言えばね、もう少しね説明をつけてくれるとね、まあ、なんか興味が湧くんですけど、ただね物だけ置いてあるとちょっといまいちって感じ。ここにもその駅のですね、線路が、書かれている。これちょっと日本語でね私何て言うか分かんないんですけども、こういったものがあります。まあ、ここのこの部分ですね、この部分がまあ駅ですね、元旦駅。それでこちらが、港の方に、抜けていく線になります。駅前には鉄道井戸という名前の井戸がありますね。これここなんですけれども、これはなんでね鉄道井戸っていうふうに名前を付けたのかちょっと分かりませんね。もしかしたら昔あの機関車なんかの給水に使っていた井戸なのかもしれません、ね、まだね2時間以上ね時間があるんで、ちょっとね市内の、ね、観光を、ね、してから駅に降りていきたいと思います。駅から、ね、1キロぐらいのところにある、ね、この建物なんですけども、これはですね昔ですね、トランのですね藩主ですね、藩に主と書いて藩主ですね、まあ、その人が、住んでいた、家になります。まあね、これねあんまりなんて鉄道では関係ないんですけども、まあ、昔元旦っていうのはこの辺の中心だったっていうことをね、あのなんていうの、いいの説明するためにあのここに来ました。でこの方がね、あの19世紀に、ここに住んでいた、トランの、藩主になります。で、まあ、この方はね、あのいろいろと功績を残しているらしいんですけれども、タイに初めて、ですね、ゴムの木を、持ち込んだ人です。この写真はいつ頃のものなのかよくわからないんですけれども、こんな感じ、昔の元旦はこんな感じだったんだようです。まあその頃にね鉄道が作られたんでしょうね。それでねここに1枚写真がありまして、ね、列車の写真とか写ってないんだけども、貨物列車とかですね、これがねあの以前の元旦の港の様子だなんだそうです。でねこの木がね先ほどあの説明した、でトランの藩主の方が持ち込んだ、ゴムの木だそうです。で、うん、でねそれがね100年経って今もね残っているみたい、すごいですね。はい、どうも。でね、今ねクォンタムナクチャンというところに来ています。ここはですね、まあ、トランの町の中の、少し小高い丘になっているところなんですけれども、現在はね公園になっています。確か1901年に、あの現在のバンコク王朝のラーマ6世王が、皇太子の時代にこのトランを元旦ですねここを訪れたんだそうです。その時にここを招待所として使用したのがこの公園の始まりみたいですね。でここからアンダマン海方面が見えまして、それでこの左側に見えるのが、ね、トラン川っていう川ですね。でここに、ここの河口から少し登ったところに、元旦の港があります。で元旦の町はおそらくねこの辺りになるんじゃないかなと思いますね。で遠くに見えるあのなんだっけ、奇怪なこの岩なんですけど、これがですねあのリボン島、このまずねこれがねリボン島っていうあの島ですね、まあ、現在は観光地で有名な、多分そうだと思いますというふうになってます。まあ、したがってねあのここで港があるんで、ここからですね海に出るにはここを通って、アンダマン海に出るということになるんでしょう。でラーマ6世が、ここに、訪れた後ですね、
ここですね、政府の、機関として一時期使っていたようです。それでその後第二次世界大戦に入ってから、ここをですね、日本軍の駐屯地ですね、として使用していたんだそうです。まあそんな関係でね、こういったね、これ防空壕だと思うんだけども、こういったものがね、今でも残されていて、ここはね、なんていうか歴史的なの元旦のですね、名称ですね、になっています。でね、これはね、日本軍のトンネルというふうに書いてますね。まあこんな形で、まあ、防空壕ってこんなふうになってる。でまあこれ防空壕というよりは何なんだろう。なんか防空壕よりは もうちょっとなんかまともなものというふうに感じるんですけれども。でこの山をですね、こっちから掘って、で裏の方まで突き抜けているんだそうです。でまあ、ここはね、後ろの出口なんだけど、ここにね、さらにね、穴もありますね。ここからもね、向こうの外に出られていた。ここに駐屯地が作られていた関係で、まあ、敵機がですね、この辺りにも訪れて、連れてきてもらった運転、バイクの運転手さんの話だと、ここでね、日本軍がね、鉄砲を持ってね、あれですね、敵の連合軍の飛行機を撃ち落としていた、そんなところなんだそうです。まあ、そう言われてみると、まあ、穴がち外れてはいないんでしょうね。でね、ここがね、トンネルのもう一個の出口ですね。なんか、まあ、公園にしては、まあ、私ね、こういうね、ちょっとね、未整備の公園って大好きなんですけども、なんかちょっと半分探検、ね、探検気分になれるんで、まあ、それはともかくですね、まあ、第二次世界大戦では1941年の12月7日ですね、太平洋戦争の方は、真珠湾攻撃で始まったんですけども、南方方面はですね、日本軍がマレー半島に上陸しました。でタイとそれからマレーシアの、マレー半島の各地に上陸をして、そこからですね、マレーシア、そしてシンガポールを、攻略します。でそれ以降ですね、この、タイ国鉄の、南本線ですね、この南に、ある線路をですね、使ってですね、なんだっけ、物資とかそれから人をですね、輸送したりしていました。でこの元旦もですね、まああんまり私も知らないんですけれども、まあここはね、鉄道があって、それから海に通じるっていうことで、この辺りにも、ここもですね、一応なんていうか日本軍にとっては重要な場所だったんでしょう。ここにね、鉄道の地図があったので、これでちょっと説明したいと思います。バンコクがここ、それでここからずっとマレー半島を南下してきて、スラータニーを越えて、ここですね、ここにトゥンソンという分岐駅があるんですけども、そこからですね、左の方に折れていった終点が元旦になります。で元旦の手前にこれがトランですね、現在の県庁所在地という位置関係になって、この元旦から昔は、こっちの、マレー半島の南の方ですね、一番先端がマレーシアということになるんですけど、まあ、この辺りをですね、船が通っていたし、こっちの方ですね、ここがプーケットになります。それからここに来るとラノーンですね、それからこっちがミャンマーということになるんですけども、この辺りをですね、船がずっと、ね、通っていたんでしょう。まあ、これはね、日本でいうとこの北前線じゃないんですけども、ああいう形で、日本海それから太平洋沿岸を、船が、なんで行き来していたのと同じことです。でこちらにね、もう一枚、元旦の写真があって、港の写真なんですけども、これを見るとね、駅と港の関係が分かります。で、ですね、現在の元旦駅がここですね。でこっちが、トゥンソン、それからトラン方面から来て、ここで今現在は終点になっているんですけども、ここからですね、右の方に分かれている線が、これもうおそらくこの当時は約ね27年前の写真なんですけども、これはこの時はもう廃線になっているはずです。ただしあとは残っていて、ここまで来るとここに港があるというのが、この写真から分かります。ちなみにですね、現在のね、市場、元旦の市場はね、多分ここになるんだと思います。この辺が市場です。でここにももう一枚ね、以前の元旦駅の写真がありまして、これが駅舎なんですけれども、こっちがトラン方面ですね。それでここから今度、右の方に、
通じている線路があるのが分かります。これが港の方に行く線になります。でこれは今度ね海の図なんですけれども、今元旦はここですね。それでホランの町がおそらくこの辺になると思うんですけども、元旦っていうのは、まあ、河口部分、海がこうやって結構複雑に入り組んでいて、そこに、元旦川が流れているんですけども、河口から少し入ったところに、港があります。でここに出る、海に出ると、アンダマン海ですね。でここは、リボン島、あの現在観光で有名な島ですね。そういったものがあります。今ね元旦市内の博物館に来ているんですけども、ね、ここにね1枚ね元旦駅、昔の、駅の写真がありました。でねこれを見るとですね、形がね今のものちょっと違って、例えばねこの屋根の作りなんかはね今とは全然変わっています。で今の形は寄せ棟造りっていう風に説明したかと思うんですけれども、そういう形ではないですね。それからただこっち あのプラットフォームの方の屋根ですね、こっちはねなんかあの今と同じような形をしております。ただ、ですね、まあ、基礎の部分とかあのなんだっけ柱の部分とかは、あの元のもののようで、まあ、あの博物館員の方の説明だとね、ここはねリノベートをしたっていう風に説明をしてました。まあ、ここに元旦のですね特徴的なねあの建造物のモデルがあるんですけれども、まあ話ねここの博物館員の方の話によるとですね、シノポルトゲール、チャイナポルトガル様式というなんていうのかな形で作られているものが多いようです。それで博物館員の方の説明だと、元旦のこういった建物の様式なんかはかなりプーケットですねの影響を受けているようです。 ですから、ね、そのなんていうのかなお祭りとか、ね、儀式なんかも、ね、プーケットの影響を受けているようで、やっぱりそういう話を聞くとですね、以前ですね海を通じてプーケットあたりの、大きな港ですね、そういったところの交流があったことが伺えます。で今ねあの行ってきた元旦ミュージアムっていうのはこのようにですね灯台になっています。これ実際に灯台で使われているかどうかっていうのはちょっとわからないんですけれども、あの川に接していまして、ここがあのトラン川ですねがあって、これでこのここです。これがね元旦港になります。で船が行き来しているのが分かりますね。ここでこの港の前にねあの看板が出てました。あのこのなんていうの元旦港は約400m、なんかそこにね船が見えたからそこかと思ったらまだもうちょっと先に行くみたい。それから下にですね福建会館というのがありまして、おそらくここはね福建華僑の人が多いんでしょうかね、そんな感じがします。港の前に長屋が1軒ありまして、そこにねこんな、これでね元旦、これ漢字書くとこうやって書くんですね、元旦と読むところです。それでこちらの方はおそらくあの中国人をイメージしてるんでしょうね。さっき言った福建華僑、そういった人なのかもしれません。はい。